いということで、おまけ動画でおネタがやりたいを通じて、うん、どんなのやってるかっていうのをキュッと凝縮した動画です。そうです。今回ははい、海は広いな大きなゲームでございます。本編でやったやつ、はい、こちらですね。まあ単語言われたら、うん、海は広いな大きな、月は昇るし日は沈む、うん、このリズムでこの言われた単語を説明するというゲームです。なるほどなるほど、わかりました。わ、うん、かりました。じゃあ向井さんからやってみましょう。俺からだやってみますか。やってみましょう。それじゃあお題を出します、うん、はい。じゃあトマト。トマトは赤くてみずみずしい、サラダにのせたら色もよし。むちゃくちゃ手応えあります、はい、すごいできてるじゃないですか。すごいちゃんとできてました。ゾッとしましたねえ、はいはい、じゃあいきますよ、はいはい。終電。終電は来ると、終電を待っ、終電の中にはいろんな人いる、履いてる人に釣り革で寝る人。いやちょっとなんか全部不安なんですよ、はい、もう字の数、メロディー、言ってること全部不安あれでもこんな、いやいるよ釣り革でね、みたいな。もうすごい、これどうなってんの、なんかすごい雑技団にいたのっていうぐらいね、うん、そのまま寝てる人いますけど最終電いるかなっていう、はいはい、さあみたいな感じの内容、はい、本編でもやってますんで、ぜひ見ていただければと思います、はいはい、ぜひニコニコチャンネル向井ワークス登録してください。お願いします。ということでおまけ動画は以上です。お相手は山崎遥と天地向井でした。バイバイ。じゃあね、これからもよろしく。これなんだろう、これなんだこれ